ゆうこサクシーは、日本のポップス、スムースジャズミュージシャンである。テナーサクソフォーン、ソプラノサクソフォーン奏者。作曲家、作詞家。埼玉県生まれ、埼玉県育ち。埼玉境高等学校卒業。ニックネームは、お嬢、ゆっちゃん、クイーン・オブ・テノール。3歳からピアノを習い、5歳の頃には、作曲をして遊んでいた。中学生の頃、 ドラムが叩きたく吹奏楽部に入部するが入部が遅く、余っている楽器しかなく嫌々ながら、クラリネット、バスクラリネットを担当。中学3年生の頃、顧問の先生に相談した結果、高校の吹奏楽部でサックスを担当。通っていた埼玉栄高等学校は吹奏楽部が盛んで、全国大会常連校のスパルタ校であったため、3年間部活に明け暮れる。 二年生の時スタメンになり、不問間で演奏金賞受賞。三年生ではコンサートマスターを務める。高校卒業後、東京ミュージックメディアアーツ直美へ進学するが、結婚を機に一年で自主退学。半年で離婚。その後、自律神経失調症と診断され、約一年間体調を崩し自宅療養。本人曰く、 この出来事があったからこそ音楽家を本気で目指すようになったとのこと。二重大前半は銀座、赤坂、六本木のジャズバーやライブハウスで下積み時代を過ごす。趣味は旅、映画鑑賞、読書、掃除、猫を眺める。ありがとうございます。